キングコングはメリアンシー・クーパー、アーネスト・ビー・シェード・ザックが監督、制作した1933年のアメリカ合衆国の映画。ジェームス・クリールマント・ルース・ローズはメリアンシー・クーパーとエドガー・ウォーレスのアイデアをもとに脚本を書いた。ヘイ・レイ、ブルース・キャボット、ロバート・アームストロング主演で1933年3月2日にニューヨークで初演された。 九百三十三年版のポスター九百三十三年版の映画ポスター当時最新の飛行機が右手に握られているこの映画におけるキングコングは恐竜などが生息する南洋のドクロ島から見せ物にされるためにニューヨークへ連れてこられた大猿であるドクロ島におけるコングの身長は十八フィート NY においては二十四フィートと設定されていた当時は ターザン映画をはじめとするジャングルを物体とした卑怯冒険映画や実写の猛獣映画が盛んに作られており、本作でもその趣向が大いに取り入れられた。本作でのコングも凶暴な猛獣として描かれており、敵対する者は容赦なく葬る。アンの衣服を剥がしてその匂いを嗅ぐシーンなど、まさに美女と野獣のイメージで描かれている。また、主人公のカールデナムは、 当時アフリカで危険動物を捕獲し、ヨーロッパで公開して時の人となっていたドイツの動物賞カール・ハーゲンベックがモデルとなっている。クライマックスのエンパイア・ステート・ビルの場面では第一次世界大戦で初めて投入された新兵器である飛行機が登場し、コング撃退のために機関銃を発砲している。当時のアメリカは世界大恐慌の残下も色濃い時期であり、 案の身の上などにもそれがよく現れている。大ヒットとなった背景にも、この経済的世常不安があったとの声もある。社会学的にもキングコングの存在は時代を映す、鏡として取り上げられることも多く、欧米では当時のアメリカの膨大な失業者、黒人に対する白人側の恐怖、母子が結びつく形での征服された性欲などのほか、様々な暗誘によって説明されている。 映像面では、コングが人形アニメで表現されたことが大きな特徴である。ロストワールドに続いて、ウィリス・オブライエンが手腕を振るう卓越した特撮映像は多くの映画人に影響を与え、数多くの著名、モンスターメーカーを生み出すこととなった。レイ・ハリー・ハウゼンが本作の影響から映画制作を志し、後にオブライエンの部下として、 エンジンジョーヤングに参加したことは有名である。また、本作は、世界初のトーキーによる怪獣映画としても知られる。コングのミニチュアモデルは、金属製の骨格を内蔵し、表面に、ウサギの毛皮を張った40センチほどのものが数体、製作され、ドクロ島で使われた丸顔モデルや NY で使われたオモモデルなど、細部が異なる。また、実物体の胸像や頭部、 腕部なども作成され、人形アニメと組み合わせて、適宜撮影されている。当時柔道の経営不振だった RKO は、本作の世界的大ヒットによって一気に持ち直した。アドルフ・ヒトラーは風切りで本作を見ており、大ファンだったことで知られる。また、つぶらや英二が、特撮監督の道を志すきっかけとなった、作品でもある。淀川長ワ・によると、公開当時、 RKO にはこの映画を見た観客たちから本当にあんな生物がいるのかとの問い合わせの電話が殺到したという本作のジャングルのセットを流用し並行して制作されたのがザ・モースト・デンジャラスゲームであるフェイレーをはじめ両方に出演している出演者もいる映画監督のカールデナムは最新作の撮影のため顔見知りのエングル法ン、船長の船に乗り込むが 撮影内容も目的地も不明のため女優を雇うことができずにいた。デナムはニューヨークの街中に女優を探しに向かい、仕事を求めていたアンダローと出会い、主演女優に抜擢する。アンを迎えたデナムはニューヨークを出港し、地図に載っていないことをドクロ島に向かう。その後悔の中でアンは船員のジャック・ドリス・コルと親密な関係になる。 ドクロ島に到着したデナムたちは島に上陸し、そこで原住民が島に住むコングに捧げる、生贄の儀式を行っている姿を目撃する。原住民は案を見つけると、彼女をコングの生贄として譲ってほしいと要求するが、ジャックは要求を拒否し、デナムたちは船に戻る。その夜、原住民たちは船に忍び込み案を連れ去る。 アンがいないことに気づいたジャックとデナムは船員たちを連れて島に戻りアンを取り戻そうとする。生贄にされたアンはコングに捕まり森の中に消え、ジャックたちはコングの足跡を頼りに彼女を探す。途中、ジャックたちは太古の恐竜に襲われ、さらにコングにも襲われ、捜索隊はジャックとデナムを残して全滅してしまう。ジャックはデナムに原住民の村へ戻るように伝え、 一人でコングの後を追う。島の頂上に着いたジャックは、コングが恐竜との格闘に気を向けている暇に、アンを助け出し、原住民の村に戻る。ジャックとエングル法ンは島から脱出しようとするが、デナムはコングをニューヨークに連れ帰り工業にかけようと計画する。そこに怒り狂ったコングが現れ、原住民の村を破壊する。デナムは船に積んでいた爆弾を使い、 コングを捕まえ、ニューヨークに連れ帰ることに成功する。コングの興行初日、劇場は満席となりでナム、ジャック、アンの3人は記者に囲まれ、上機嫌になっていた。しかし、記者たちがフラッシュを焚いたため、興奮したコングは鎖を引きちぎり暴れ出す。ジャックとアンはホテルに逃げ込むが、コングに見つかり、アンが連れ去られてしまう。コングはアンを連れて、 エンパイアステートビルに登り始め、ジャックとデナムは警察に駆け込み、飛行機を飛ばして、コングを攻撃するように提案する。警察は、飛行機を飛ばして、コングを銃撃し、コングはビルから墜落し生き耐える。ビルのてっぺんに取り残されたアンはジャックに助け出され、コングの死体を見たデナムは側にいた警官に、彼女の美貌が野獣を仕留めたと呟く。キングコングの一場面。 右側の木の枝の間にいるのが、リー。日本語吹き替え版はいずれも DVD には未収録。ありがとうございます。